皆さんこんにちは、エルザです。今回はトラコラならではのデコイチラシの置き場所を解説となります。まあ、何かとねマッチングで見ることが増えたであろうデコイチラシですが、使う武器によって強みは大きく変わるかなと思います。まあ、デュアルやクラブラのように使ってたら自分で前に出れる武器であればいいんじゃないかなと思いますが、トライストリンガーのように後衛視点でのデコイチラシとなると使うシーンっていうのは非常に大事だなと思います。ということで今回はデコイチラシの有効活用についてトラコラ視点で解説をしていきたいと思います。また本題に入る前ですが、このチャンネルはゲームの解説と実況を随時投稿しています。応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいです。それでは早速解説していきたいと思います。まずデコイチラシについてですが、魅力としては広範囲にデコイを巻けるっていうのが特徴ですよね。ですがこのスペシャルは広すぎると弱くなる傾向になります。その理由は壊れるという特徴があるためですね。では広く設置してしまうとどういったメリットとデメリットが起きるのかっていうのを一回並べてみたいと思います。まあこんな感じですね。まあ他にもいろいろあるんですが、まあ、壊されない前提のメリットとデメリットですが、設置した割に逃げやすいっていうのが特徴となります。しかもこれに壊すことも可能という要素が加わると、場合によっては逃げやすさなど高速度合いがぐっと弱くなるっていうのがあります。では狭く設置した場合でメリットとデメリットを見ていきたいと思います。密集することによってちょっと破壊がしづらいとかっていうのがありますね。で、狭い場所に設置した場合となると影響を与える範囲としてはちょっと微妙なんですが、壊されたとしてもメリットが強くなるっていうのがあります。このことを考えるとマップ内で適度に使うとしても、広い場所よりも狭い場所を奪うように使う方が効果を発揮しやすいっていうのがわかりますね。押し込んだ時に使うデコイチラシが強いっていうのはマップ端になるほど細くなるためです。押し込みが強かったりするのはこのメリットがあるからと言えます。続いてはデコイチラシの置き場所ですが、通路を狙うといいです。これは攻めと守りどちらも活用ができます。というのも先ほど話した狭い場所というのはマップのポジションだけでなく通路も当てはまるからです。特にスプラの場合はチョークポイントといった必ず通らないといけない場所というのがあります。この場所は大体通路のことが多く、この場所に設置することで効果を最大限発揮できるというのがありますね。足場が濡れるような通路であれば味方は隠れながら移動ができます。さらにその周りを守っている相手からするとデコイで視界が悪くなり、その対処をしながら対面を続けるということが起きてしまいます。要は状況が悪化しやすいんですよね。また守りにおいても通路に置くことで相手は前に進むことが困難となります。壊せると言っても破壊する時間というのが出てきますからね。破壊できるスペシャルといっても無理やり近づけば火力はそれなりにあるスペシャルなので、実は結構邪魔っていうのがあります。このように通路に設置することを意識するだけで相手にとって邪魔なスペシャルへと変わるので、ぜひ意識していきましょう。それでは最後におすすめな置き場所についてですが、味方の前となります。先ほどまでは通路や場所といったポジションの話でしたが、それは攻めや守りといったはっきりしたタイミングの時となります。ですがプレイ中というのは均衡状態というのがありますので、中央の奪い合いの時間などが必ず発生します。こういった時にデコイをポジションではなく味方のために使うことがかなり有効な方法となっています。味方に使うメリットを考えてもらうといいのですが、3つほどあります。攻撃を避ける壁ができる、相手の動きを制限できる、味方の目くらましになるというところですね。こういった均衡状態の時というのは味方を押し上げるために使う方が有効な時が多いです。使うところがわからないという時は味方の前に使うようにすると動きが変わりますので、味方を見るようにしてみましょう。ということでデコイチラシの置き場所については以上となります。後衛ならではの話ですが、前衛視点で言えば狭い場所と通路が有効となっています。味方の場所に使うのは後ろにいる後衛ならではですので、しっかり味方を見ていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他ゲームの随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。